カルロス・サウルメネムはアルゼンチンの政治家。1989年から1999年までの2期大統領を務めたアラブ系アルゼンチン人であるアルゼンチン西部のラリオハ州アニジャコでシリア移民のムスリムの家庭に生まれる。最初の妻もシリア系であったコルドバ国立大学で法学を学び1957年には 反軍政活動に参加したために逮捕された経験を持つ。1973年、ペロン政権の下でラリオハ州知事に当選するが、1976年のクーデターの後、軍事政権によって逮捕された。1983年、軍政が崩壊して民政に復帰すると、彼も釈放され、再びラリオハ州知事に復帰した。1989年、 メネムは大統領選に立候補して当選し、旧新市民連合から正義党に政権を奪回した。当時のアルゼンチンでは、大統領はカトリックでなければならなかったため、メネムはイスラームからカトリックへと改修したが、シリアはイスラム教圏では、信教の自由が強く保障されている国であるため、彼とシリアとの結びつきは立たれなかった。その政策は、 ポプリスもと評されるペロン派の伝統的な政策とは全く異なり、非常に新自由主義的でかつ新米的なものであった。規制緩和が行われ、石油、郵便、電気、ガス、水道など公営企業を次々と民営化し、その多くが外国資本の参加に入った。また、通貨の交換レートを1ドルイコール1ペソに固定することで、 外国からの投資を大量に呼び込んだ。この結果、ラウル・アルフォンシン政権末期に悪化していたアルゼンチン経済は外見的には急速に回復していった。しかしその一方で民営化によって失業率が上昇して貧富の差は拡大し、外国からの投資の拡大はそのまま累積債務の拡大を意味した。民営化や規制緩和を行いつつ、財政は依然として 傲慢なままであったため、増大する外国からの投資によって、財政赤字を穴埋めしていたのが実情だった。さらに、1ドルイコール1ペソという、作られた交換レートは、経済の実態を反映しない異常なものであった。そのため、周辺国との交換レート上の物価の差が、極めて大きくなっていたが、当時は、ブラジル・メキシコというラテンアメリカの大国が揃って、 自国通貨の交換レートを高めに設定する政策を取っていたためにこのことはあまり目立っていなかった。しかし政権が2期目に入るとドルは国際的に上昇傾向に移り1997年以降アジア通貨危機、メキシコブラジルの通貨危機によって各国通貨のタイドル交換レートは次々と暴落していった。それにもかかわらずアルゼンチンだけが ペソ高政策を維持していたため、輸出産業は大きな打撃を受け、経済は次第に悪化していった。民営化された企業への補助金支出によって財政も悪化し、しかも政権内部の腐敗が表面化し、その支持率は急低下していった。それにもかかわらず、メネムは大統領参戦に意欲を燃やしたが、エドワルド・ドゥアルでネストル・キルチネルとの党内抗争に敗れ、 ペロン島の大統領候補に選出されなかった。しかし、メネムを引き下ろして、大統領候補となったエドゥアルド・ドゥアルでも、大統領選に敗れ、ペロン島は政権を失った。メネム政権末期に悪化したアルゼンチン経済は、1ドル、イコール1ペソというレートに手をつけない限りはすでに手の、ほどこしようのない状態になっていたが、政権を脱回した、急進党のフェルナンド・デラルア政権は自体を、 改善することができないまま2001年12月の債務不履行宣言、アルゼンチン経済崩壊に至った。経済崩壊はデラルア政権時のこととはいえ、この事態を招いた原因は、メネム政権の経済運営にあったと考えられている。それでもメネムは2003年の大統領選挙に3、旅立候補した。有力候補者は5人だったが、ペロン党内の候補者調整が失敗したため、 このうちの3人がペロン党からの出馬だった。経済破綻を招いた超本人にもかかわらず、第1回目投票で1位の票を得たが、得票はわずか25%に過ぎず、2位となったキルチネルとの得票差はわずかであった。メネムとキルチネルが決戦投票に進んだが、3位以下の候補者すべてがキルチネルを支持し、決戦投票ではメネムの圧倒的大差による敗北が、 確定的だった。そのため、惨敗による政治的影響力の低下を恐れたメネムは、決選投票への出馬を辞退し、戦わずして、キルチネルの当選が決まった。大統領退任後も2005年から2019年まで、ラリオハ州選出の上院議員を務めた。2013年、クロアチアとエクアドルに対し武器を密輸した容疑で、有罪判決を受けた。 2021年2月14日に満90歳で死去。ありがとうございます。